ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今日はおかしくなって干された芸能人について解説するぜ。昔は大スター、でも今はどこに？今回は忘れ去られた芸能人たちのお話よ。忘れられたスターたちの光と影、一緒に振り返ってみようぜ。ゆっくりしていってね。まず最初は片瀬奈々の話だぜ。女優でモデルタレントとして活躍してたんだ。片瀬奈々って、自分の問題じゃなくて他人のせいで事務所を辞めたのね。そうだぜ。まず、片瀬が親友だった沢尻エリカがあれで逮捕されたんだ。え、またあれ？親友が捕まるって大変だわ。それに加えて、片瀬の恋人も同じ容疑で逮捕されたんだ。二人も捕まったら、疑われるのも無理ないかもね。実は片瀬と沢尻がクラブで遊んでる様子が目撃されてたんだ。じゃあ、片瀬も何かやってたのかしら？警察が片瀬をマークしてたって記事もあったけど、結局陰性だった。でも事務所を辞めたのね。疑われたら大変ね。ちなみに事務所の退社は契約解除されたわけじゃないぜ。片瀬と事務所が話し合って決めたんだ。そうなの？つまり円満退社ってことなんだね。そうだぜ。2021年9月30日に事務所を辞めてから、YouTube チャンネルを始めてフリーで活動してるんだ。YouTube で活動してるのね。それで他には？2022年12月1日からは会社員としても働いてるんだぜ。え、会社員？どういうことなの？入社した会社の社長が片瀬の YouTube チャンネルを見て、メールを送ったんだ。最初はコラボ企画の一環で社員になる予定だったけど、視聴者を騙すことになるから、本当に社員になったんだぜ。なるほど、わかったわ。YouTuber から会社員への転身は珍しいね。次は牧原のりゆきの話だね。そうだぜ、彼はシンガーソングライターで、どんな時もは有名な曲だな。あの曲、私も好きだわ。でも、牧原さんって逮捕されたことがあるのよね。ああ、2回逮捕されたんだ。最初は1999年8月で、不適切なものを使用していたんだぜ。え、そうなの？うん、裁判で懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の判決が下されたんだ。それでファンに謝罪文を書いたんだよね。そうだぜ。その逮捕で彼の楽曲はメディアから消えたんだ。ファンを失望させないでほしいわよね。でも、人間は間違えることもあるんだぜ。牧原は人気があったから復帰も早かったんだ。逮捕後4ヶ月で活動再開って、早すぎない？音楽家は復活しやすいって言われてるからな。牧原って2016年に激痩せして、またあれを使ったんじゃないかって疑われたのよね。そうだぜ。痩せた上に髪も薄くなってたから、怪しまれたんだ。へぇ、見た目がガラッと変わるなんて、やっぱりおかしいわよね。2018年には牧原のパートナーがあれを持ってて逮捕されたんだぜ。え、牧原の恋人は男性だったの？うわぁ、私の腐女子レーダーが騒いじゃうわ。その時は牧原は逮捕されなかったが、パートナーがマッキーのものって言ってたんだ。なんだか怪しいわね。それで牧原はどうなったの？2018年4月、マンションであれが見つかったけど、牧原は捜査の中心じゃなかったんだ。じゃあ牧原は潔白なのかしら？いや、2020年にはまたあれで逮捕された。使ってはいないけど、持ってただけでアウトだぜ。そんなにトラブルがあったけど、今は何をしてるの？現在は音楽活動を再開してるんだ。2021年には芸能界に戻って、アルバムも出したぜ。2023年には全国ツアーも成功したのね。事件は残念だけど、彼の音楽は素敵よね。次はえなりかずきだぜ。そういえば見ないわね。どうしてなのかしら。えなりかずきは俳優として活躍してたけど、二つの理由で干されたんだぜ。理由が二つもあるの？一体何をしたのかしら。一つ目は韓国への発言だ。2013年に放送された番組で批判的なことを言ったんだ。ふむふむ、どんなことを言ってしまったの？韓国のヌスッと猛々しいところが腹が立つとか、韓国が嫌いだと発言したんだぜ。うん、ちょっと過激すぎるわね。私もたまにマリサに嫌いって言うけど、それは信頼関係のもとよ。わかってるけど、心に来るから頻度を減らしてくれると嬉しいな。あらごめんなさい。それで、えなりかずきの二つ目の理由は？えなりさんが泉ピン子さんと共演 NG にしたからだぜ。その理由はね、マネージャーが関係してるんだ。え、マネージャーって、えなりさんのお母さんだったの？そうなんだぜ。お母さんは演技指導に熱心で、泉ピン子さんも同じように指導してたんだ。へぇ、じゃあ、その指導の方向性が違ったのかしら？うん、違いがあったみたいだね。だから、お母さんが泉ピン子さんのことを陰で言うようになったんだ。それって、ちょっと大人げないわよね。確かにな。でも、それだけじゃなくて、泉ピン子さんがえなりさんの自立を助言したんだけど、それが原因で喧嘩になったんだ。それで、えなりさんがストレス感じて、共演 NG を出したのね。そうなんだよ。えなりさんも大変だったんだろうな。
うん、同情はするけど、長年のピン子さんに対してはちょっとね。ああ、そういうことが干された理由の一つだったんだよな。えなりかずきって最近どうしてるのかしら？今も芸能活動は続けてるぜ。最近はドラマには出てないけど、クイズ番組とかにはよく出てるんだ。じゃあ、俳優としては活動してないのね。そうだね、他にもブログやラジオには積極的に出てるみたいだよ。なるほど、だから最近テレビで見ないわけね。次に紹介するのはくすみこはるさんだぜ。元モーニング娘。で、可愛い顔してた人だ。くすみさんってそういう人なのね。最近見ないわね。つんくさんから高い評価を受けてモーニング娘。に入ったんだ。でも、暴言や失言が多くて性格が悪いと言われているんだぜ。なるほど、それで最近見なくなったのね。くすみさんは1992年7月15日生まれ、新潟県出身だぜ。2005年のオーディションでモーニング娘。に入ったんだ。そうなの？すごいわね。2006年にはキラリンレボリューションの主人公の声優デビューもして、恋かなでソロデビューしたんだよな。主人公の声優さんだったの？すごいわね。その後くすみさんは17歳でモーニング娘。を卒業したんだぜ。え、そんなに若いの？うん、その後ファッションモデルになったんだ。すごいわね、夢が叶って。でもラジオで問題発言して、芸能界から消えちゃったんだ。どんな発言したの？モーニング娘。を卒業した理由を取り返しがつくからって言ったんだ。取り返しがつくって、なんだかな。他のメンバーにも失礼だよな。道重さゆみさんも傷ついたでしょうね。さらにステップアップとも言ったんだ。村上昌司さんや明石家さんまさんも驚いたでしょうね。嫌われるよとたしなめられたって。大物にそう言われるとはね。結局くすみさんって、ファッションモデルになるためにモーニング娘。に入ったの？そうなんだぜ。くすみさんは芸能界に入る手段としてモーニング娘。を選んだんだ。で、モーニング娘。で人気を得て、本当の夢だったファッションモデルになったわけね。そうだぜ。最初は道重さゆみさんがくすみさんの教育係だったんだよ。それじゃあ、道重さんかわいそうよ。きっといろいろ教えたのにね。だからな、くすみさんは性格が悪いって言われることもあるんだ。モーニング娘。での活動がモデルになるための足がかりだったのに、それがわからないのかしら。他のメンバーやファンもショックだったろうな。そうね。アイドルとしてではなく、モデルから人気を得たかったんだって？うん、アイドル活動をして男性からの人気を得るのが嫌だったらしいぜ。やっぱりモーニング娘。は踏み台だったのかしら？そうだな、本音をぶっちゃけたり、周りを考えずに話してるのかもしれないぜ。卒業後もその暴言が話題になってるわよね？ああ、テレビでのファッションコーデバトルで失礼なこと言ったんだ。え、具体的に何を言ったの？千秋さんのブーツについて太ももまで着ちゃいますよとか、虻川さんに足太いってね。それはひどいわね、モデルってそういうこと言うものなの？くすみさんはモデルは練習がないとか言ってたけど、実際は違うぜ。そうなの？どういうこと？他のモデルとは違って、己の顔が勝ってるって強気なこと言ってるんだよ。そんなに強気だと炎上しちゃうかもね。確かに、炎上キャラで注目を集める戦略かもしれないな。他にも毒舌で人気の芸能人いるもんね。でも、舞台裏ではちゃんとしてるのかしら？そうだね、成功してる人は舞台裏での心遣いが大事だからな。次に紹介するのはなるみりこさんだぜ。ああ、いたわね。確かに最近見ていないわ。なるみりこさんは1992年8月18日生まれで、現在は31歳の女優さんだ。まだ31歳なのね。そうだぜ。1997年にセントラル子供劇団に入ってから芸能活動をしているから、芸歴は26年になるんだ。思ってたよりベテランなのね。2000年にトリックでドラマデビューし、2005年にはルリの島で初主演、2007年には映画に出演して賞も取ったんだぜ。中学生くらいでそんなに認められてたの？そうなんだぜ。清楚で真面目な性格がテレビや CM で活躍する要因だったんだ。でも、一時期見なくなったわよね。何があったの？なるみりこさんが消えたのはいくつかの理由があるって言われているんだ。一つ目の理由は身体の成長による激太りだ。小学生や中学生の時はまだ体が成長途中だよな。成長して体が変わると、見た目も太って見えることがあるんだ。そうよね、思春期って一気に体が変わる時期だもんね。うん、それで成人になると体型が落ち着いてくるんだ。でも、本当に大切なのは次の二つの理由だぜ。他にはどんな理由があったのかしら？2014年にモデルの山下翔平さんとのデートと喫煙してるのをスクープされたんだ。清純派だったから、イメージダウンにつながったんだぜ。それでテレビ出演が減って、若手に押されて目立たなくなっちゃったんだな。かわいそうね、芸能人だって自由に生きるべきよね。その通りだぜ。でも、最近はまたドラマに出るようになってきたから、復活の兆しもあるんだ。復活できてよかったわね。
次に紹介するのは南沢奈央さんだぜ。1990年6月15日生まれの33歳の女優さんだ。あ、南沢奈央さんか、覚えてるわよ。中学3年の夏に芸能事務所からスカウトされたけど、受験や人前が苦手で断ったんだ。え、そんなチャンスを逃すなんて、どうして？でも高校入学後、黒木メイサさんの舞台に感動して芸能界入りしたんだ。人生変えるきっかけになった作品に出会えるなんて、ラッキーね。そうなんだぜ。そして恋する日曜日ニュータイプでデビューして初主演も果たした。すごいわ、いきなり大役で主演なんて。その後は BSK から全国ネットのドラマで主演もやっていったんだ。へぇ、着実にステップアップしてるんだね。南沢さん、2009年には期待の若手女優ランキング1位だったのね。そうなんだぜ、人気女優の仲間入りを目指してたんだ。でも2017年には活躍に陰りが見えたわね。うん、若林さんとの熱愛が報道されたんだぜ。え、それで人気に影響が？そうだぜ、交際は1年間くらいだったんだ。熱愛報道って女優さんには致命的なのね。南沢さんは進学のために仕事をセーブしてたんだぜ。立教大学に入学してたのね、頑張ってたわよね。復活のタイミングで熱愛報道がぶつかっちゃったんだ。タイミングが悪かったのね。でも今はテレビ以外で活躍してるんだぜ。舞台やラジオでの活躍、応援したいわね。続いては秋元ゆりさんの話だぜ。フジテレビのアナウンサーとして活躍して、後輩の男性アナウンサーと結婚したんだ。へぇ、アナウンサー同士の結婚って、珍しいのかしら？そうなんだぜ。でもね、誰が誰を好きになるかは自由だよな。秋元さんは子供もいて、幸せだったんだ。それで、何か問題でも？問題はあったんだ。彼女が番組のプロデューサーと竹林で浮気してたんだぜ。竹林で浮気？それって、どういうこと？落ち着いてくれよ。実は秋元さんと夫は別居してたんだ。それでね、文春が彼女の浮気の情報をキャッチしたわけだ。文春法、恐るべしね。ねえマリサ、秋元さんが竹林で何かやらかして、テレビから消えちゃったんだって？そうなんだぜ。竹林で変なことしてるって噂になって、あっという間に仕事なくなっちゃったんだ。それで夫とも離婚になったの？子供の親権はどうしたの？うん、子供の親権はなんとか確保したけど、夫も納得してなかっただろうな。竹林で何かしてる人に子供渡したくないわよね。でも、離婚すると母親が有利なのは理不尽だわ。その通りだぜ。秋元さんは結局アナウンサーとしては干されちゃって、今は裏方で働いてるんだ。窓際族になっちゃったのね。でも、神経図太いって噂もあるわよ。本人は週刊誌に悪意で取られたとか言ってるらしいぜ。タケノコみたいに太い神経だよな。竹林だけにね。それで今はプロデューサーなの？ああ、フジテレビでプロデューサーしてるんだ。アナウンサーからの転身、もったいないけどな。次に紹介するのは福田沙紀さんだぜ。うわ、めっちゃ絶妙なところ攻めてくるわね。福田沙紀さんは1990年9月19日生まれで、現在33歳の女優さんだ。福田さんは7歳の頃からダンス、芝居、歌などのレッスンを始め、熊本県でローカルタレントとして活動していたんだ。その後13歳で全日本国民的美少女コンテストの演技部門で受賞してメジャーデビューしたんだっけ？そうなんだぜ、全盛期はめっちゃ可愛かったよな。2007年のドラマライフでの強烈な演技が評価されたんだよね。そうだぜ、その後は舞台や映画の主演を勝ち取っているんだ。ライフの役、今でも覚えてるわ。でも、それが福田さんにとっての転機になったのよね。その演技が迫真すぎて、テレビ局に苦情が来たほどだ。え、そこまで？そのせいで福田さんはきついイメージの女優として見られがちだったのかもな。でもそれはドラマの話よね。そうとも言い切れないんだぜ。実は福田さんは裏では本当に性格の悪い人だったようでな。彼女はライフがヒットした頃から、態度が目立ってきたんだ。中身も役に似てたってこと？そうなのかもしれないぜ。オスカー社長のお気に入りで、お嬢様みたいに振る舞ってたんだ。どんなことをしてたの？撮影に4時間遅れたり、気分で撮影をやめたりしてたんだぜ。え、それで問題なかったの？人気もあったし、社長のお気に入りだから難しかったんだよな。でも何か変わった出来事があったの？あるぜ。その頃、事務所は彼女を売り出してたけど、桜の園という映画がこけてしまったんだ。え、それでどうなったの？事務所は彼女の代わりに後輩を推し始めたんだよな。そして彼女の評判が悪くて、徐々に影が薄くなっていったんだ。そうなんだわ。でも最近はどうしてるの？オタク趣味の配信をして楽しそうだぜ。本人が幸せならいいんじゃないか。うん、そうね。本人が楽しんでるならね。次に紹介するのは堀北真希さんだぜ。1988年10月6日生まれで、現在35歳の元女優さんだ。堀北真希さん、私の大好きな女優さんだわ。全盛期はすごかったわよね。そうだな。
2002年に中学2年の時、部活帰りにスカウトされて芸能界入りしたんだ。デビュー作はいつも二人でだったのね。役名のない役だけど。2005年には電車男で妹役をして、人気を獲得したんだ。そしての豚をプロデュースでブームを起こしたわよね。その頃は亀梨和也さんや山下智久さんとか、若手ジャニーズの勢いもすごかったんだ。最近のジャニーズは全世代に知名度あるグループが少なくなっちゃったわね。堀北さんは花盛りの君たちへイケメンパラダイスで中性的な見た目を生かした役も演じたんだ。ちょっと前のドラマは今見るとキャストが豪華すぎて驚くわよね。堀北真希さんが2015年8月からテレビに出なくなったのは結婚が理由なの？その通りだぜ。堀北さんは俳優の山本浩二さんと結婚したんだ。山本さんがアタックして交際0日で結婚したって話だ。山本さん、一方的に公言してた時の印象は良くなかったわよね。確かに、山本さんのアタックがストーカーチックに見えたこともあったぜ。でも、結婚までこぎつけたのはすごいわね。ネットでは堀北さんのファンが大騒ぎしてたな。山本さんの性格や熱意が大きかったからだろうぜ。堀北真希の子供として転生できるかもっていう書き込み、印象的だったわね。2016年には第一子を、2019年には第二子が生まれているんだぜ。じゃあ、今は子育てが大変な時期なのね。堀北さんがテレビに戻る日はあるのかしら。実は、堀北さんは2017年に芸能界を引退したんだぜ。え、そうだったの？2020年、堀北さんの妹が復帰はないと言ってたな。堀北さんはが幸せであればそれでいいね。次に紹介するのは成宮博樹さんだぜ。おお、今ちょうど TVer で10位ドリトル見直してるわよ。成宮さんは1982年9月14日生まれで、現在41歳の元俳優だ。前世紀はいろいろな作品に出てたわよね。成宮さんは18歳の時にオーディションで、宮本亞門さん演出の舞台滅びかけた人類、その愛の本質とはで俳優デビューしたんだ。2002年には松本潤さんらが出てた、初代極戦にも出ていたんだね。それから年に何本ものテレビドラマや映画にコンスタントに出演していたぜ。2000年代のドラマを見直してると、あれこれにも出てたんだって思うわよね。成宮さんは2016年12月にフライデーに疑惑が報道されて芸能活動を引退したんだぜ。それってどんな理由だったの？疑惑は違法なあれを使ったって話だったんだ。あれ？でもそれだけじゃないんじゃない？実はその情報を流したのは成宮さんの友人で、LGBT 的な性的指向の話もあったんだよな。うわ、フライデーは何も考えずに全部暴露したのね。2016年はまだそういう問題が問題視されていなかった時だわ。今だったらフライデーがバッシング受けてたかもな。法令がしっかりしてることって大事だよな。そうね、自分に関係ないと思ってたけど、考えさせられるわ。その後の捜査で成宮さんが使ったという客観的な事実は確認されなかったんだ。本人も否定しているしな。じゃあ、真実はどうなのかしらね。次は小島瑠璃子さんを紹介するぜ。バラエティ番組によく出てたよな。あ、小じるりって呼ばれてた人気タレントさんだよね。そうだぜ。1993年12月生まれで千葉県出身なんだ。グランプリを受賞したオーディションって何だったの？第34回ホリプロタレントスカウトキャラバンだよ。新人発掘のオーディションだ。それで芸能界デビューしたのね。どんな活動してたの？バラエティや情報番組に出まくって、バラエティクイーンだったんだ。グラビアモデルもやってたんだ。すごいわね。そうだぜ。でも途中で人気漫画家と交際が始まったんだ。漫画家って誰なのかしら？キングダムの作者、原康久さんと2020年7月に交際が報じられたんだ。キングダムって映画にもなった人気漫画だよね。でも小島さんって交際公表した後、応援されてたのになんで噂が流れたの？実は、原さんは2020年3月に離婚してたんだ。でもその前に小島さんと交際始めてたわけじゃないんだぜ。結婚してた人とは驚いたわ。でも離婚後だったら問題ないんじゃない？うん、だけど原さんと小島さんの出会いや過去の二股疑惑が浮上して、小島さんは世間の評判が悪くなっちゃったんだ。それでテレビ出演減ったのね。いろいろ大変だったのね。だが、結局2023年には破局して、小島さんは別の人と結婚したんだよな。そうなの？幸せになってるといいわね。今度は清水亮太郎さんについて話そうか。モノマネで有名だったよね。清水亮太郎さんって、どんな人なの？東京都新宿区出身で、1988年生まれだぜ。父親はモノマネタレントの清水明さんだ。親子でモノマネタレントなんだね。すごいわ。父親とフジテレビの番組で共演して、その後もドラマに出演してたんだ。ドラマにも出てたのね。多彩ね。2016年に結婚して、第一子が生まれたんだよ。でも、2017年には違法賭博で問題を起こした。え、そうなの？大変だったのね。謹慎処分を受けて、芸能活動を休止したんだ。難しい時期だったね。
お金持ちの息子って大変なのね。仕事復帰後にまた問題を起こして、父親の会社から解雇されたんだ。父親にも迷惑かけちゃったのね。大変だわ。父親の清水明さんがメディアで謝罪してたんだ。今は YouTube で活動してるぜ。テレビからは消えたけど、YouTube で頑張ってるのね。これからの活躍に期待だわ。次は星野亜希の話だぜ。彼女は女性タレントで、女優やグラビアアイドルとしても活動してたんだ。2011年に結婚して、翌年子供が生まれて順調だったんだよ。そうなの？でもなんでテレビから消えちゃったのかしら。当時のペニーオークション騒動、覚えてるかな？うん、なんとなく覚えてるわよ。星野亜希は、そのサイトに関わって、大阪府警に事情聴取されたんだ。え、そうなの？もっと詳しく教えて。2012年、ペニーオークションサイトが詐欺容疑で摘発されたんだ。サイトは手数料を騙し取ってたんだぜ。手数料をどうやって騙したの？サイト運営者がボットを使って架空入札して、入札が1000万円に達するまで競売に参加できないようにしてたんだ。ずるいわね。他に何かあったの？芸能人がステマに加担してたんだよ。星野亜希もステマで30万円もらってたらしいぜ。ステマってよく聞くけど、何のことかよくわからないのよね。どういう意味なの？ステマはステルスマーケティングの略だぜ。宣伝だと気づかせないような宣伝行為で、自分が落札したかのように見せかけるんだ。芸能人を使って利用者を騙す目的で行われたのね。最低じゃない？星野亜希も関わってたの？ああ、星野亜希だけじゃないぜ。熊田曜子や小森純も関与して謝罪してる。星野亜希は公式ブログで謝罪したんだ。星野亜希は詐欺サイトだと知っててステマを引き受けたのかしら？ステマは引き受けたけど、サイトの中身は知らなかったって言ってるぜ。詐欺には関与してないスタンスだ。どこまでが本当かわからないわね。ちなみに今、星野亜希は何してるの？芸能活動休止して専業主婦してるらしいぜ。復帰考えてるけど夫が反対してるんだって。復帰してもまた叩かれるかもしれないし、専業主婦のままでいた方がいいと思うわよ。次は楽しんごの話だぜ。彼は整体師をしながら、お笑い芸人としても活動してたんだ。確かラブ注入って言ってた人よね。テレビによく出てたわよね。そうだぜ。でも最近テレビで見ないな。ねえ、楽しんごが干されたのはどうしてなの？干された理由は大きく二つあるぜ。一つ目は暴行による不祥事だ。え、暴行なんて、何をしたのかしら？2013年に元付き人を暴行して書類送検されたんだ。顔や腹部を殴ったって。まさかの予想ドンピシャね、お腹を殴るなんて。その元付き人も楽しんごを脅して金を取ったから、どっちもどっちって感じだぜ。じゃあ、暴行だけが原因じゃないのね。他には？二つ目の理由は闇営業だな。2019年に吉本興業の闇営業問題、覚えてるか？話題になったから覚えてるわよ。その時、楽しんごも問題に巻き込まれたのよね？そうなんだぜ。楽しんごは契約解除されたんだ。でも、YouTube で契約解除はおかしいって言ってたな。それに、闇営業はみんなやってるって Twitter に投稿したのも影響してるわよね。そうだな。反省するどころか開き直ってるんだ。それと、ただ飽きられたからテレビに出なくなったって話もあるぜ。それは世知辛いわね。でも、退社後は YouTube や整体事業に専念してるのよね？そうなんだぜ。整体業はもともと評判が良くて、今は時給日本一の整体師になってるんだ。数ヶ月先まで予約がいっぱいで、年商6億だって？それはすごいわね。だよな、楽しんごは整体師としてずっと向いているんじゃないかって思うぜ。小林豊さんについて話そうぜ。彼は1989年3月19日生まれ、滋賀県栗東市出身だ。小林さんってボーイズ&メンの元メンバーよね。そうだぜ、でも週刊文春に万引きをしたって報じられ、事務所との契約解除になったんだ。え、何を万引きしちゃったのよ。2021年10月3日の夜、福岡市の薬局でヘアワックスや化粧品など9000円分を万引きしたんだぜ。それで捕まったの？店員に見つかって逃げたけど、通行人に取り押さえられたんだ。1万円で見逃してくれって懇願してたらしいぜ。かっこ悪いわね。どうしてそんなことしたのかしら。気が高ぶってやったって言っていたそうだな。その程度の金額で人生台無しよ。2022年4月に報じられて以来、活動状況は不明だぜ。芸能界での復帰は難しいかもしれないな。ファンもがっかりしたでしょうね。次に紹介するのは木下桃花さんだぜ。木下さんって NMB48 の元メンバーだったのね。そうだぜ、ヤンキーみたいな外見で年上の共演者を相手にしても堂々としていて、落ち着いていて度胸があるアイドルだった。NMB48 で活躍していたのね。でも在籍当時から変わったこと言ってたって本当？うん、夢はニートって言ったり、係長になって女性社員にケツタッチとか言ってたぜ。それで、NMB48 を卒業後はどうしてたの？
ソロ活動やシンガーソングライターとして活動してたぞ。アイドルからシンガーソングライターに転身なんてかっこいいわね。でもアイドル時代よりメディア出演は減ったけど、出れば話題になるぜ。2020年9月24日にアウトデラックスに出た時も話題になったの？ああ、その時は首の下のクモのタプーで驚かせたんだぜ。首の下にクモのタプーか、思い切ったわね。このタプーのことでスタジオが盛り上がったんだぜ。え、なんで木下さんはタプーを目立つところに入れたの？木下さんは見えるところだから入れた。もしくは全身はボリにするつもりだったと言ってたんだ。全身はボリって、すごい発想ね。番組はアウトな人を紹介するスタイルだから、木下さんもちょっと持ったのかもしれないな。何かあったのかしら？心配だわ。実はね、木下さん、YouTube で母親からの暴力や複雑な家庭環境について語ってたんだ。そうなの？それは大変ね。母親は4度結婚してて、木下さんの父親は3人目の旦那さんだったんだぜ。え、4度も結婚？それに暴力って？そうなんだぜ。お姉さんがいて、お姉さんとは父親が違うんだ。へえ、それは複雑だわね。木下さんの母親、すごく厳しかったんだぜ。どんな感じだったの？過保護で、殴ったり叩いたり。今なら通報されるようなこともあったって言ってたな。辛いわね、そんなことされちゃ。でも、木下さんもすごい反抗期があって、母親と殴り合いになってたんだって。一方的じゃなかったんだね。義理の父親も、家に来てその様子を見て唖然としたらしいぜ。そんな環境の中で、どうして芸能界に入ったんだろうね。木下さんの母親が芸能界に憧れてたんだぜ。お姉さんには勉強やれって、木下さんには芸能界やれって言ってたんだ。それで木下さんは4歳で劇団に入れられて、オーディション受けてたのね。そうなんだぜ。中学1年で不登校になっちゃって、でも2010年の中学2年で NMB48 のオーディション受けたんだ。NMB48 に入るまで、いろいろ大変だったわよね。いや、NMB48 に入ってからも大変だったぜ。木下さんの手に根性焼きの跡があるって噂があったんだ。根性焼きって、タバコのことなの？うん、2014年に発覚したんだ。木下さんが17歳の時で、タバコ自体が問題だったんだぜ。それって、本当に根性焼きだったのかしら？それはわからないんだ。でも、もしそうだったら、誰かにやられたってことだろうね。いじめとかあったのかもしれないわね。ああ、木下さんが2020年7月に中学生の時いじめられてたってツイッターに書いてたんだぜ。それは大変だったわね。どんな内容だったの？クラス全員とか他クラスの女子からいじめられて、トイレでモップ振ってきたり、担任も何もしなかったんだってさ。それはひどいわ。いじめってどこにでもあるけど、絶対にあっちゃいけないわよね。そうなんだぜ。それで、木下さんが NMB48 で有名になったら、いじめっ子が友達だったって言い出したんだって。それは腹が立つわ。有名になってからそんな扱いされるなんて。だよな。でもね、有名になってから友達だったことにされるって、いじめとはまた違う問題だぜ。そうね。ちなみに、NMB48 のメンバー間のいじめの噂は本当なの？あれはね、実は木下さんの見た目が怖くて近づけなかったメンバーがいただけみたいだぜ。そうだったの？木下さんのこれからの活躍が楽しみだわね。次に紹介するのは坂口安里さんだぜ。坂口さんは1991年3月3日生まれ、東京都出身だぜ。坂口さんって、前にバイキングの小峠さんと付き合ってたって話題になってた人なの？ああ、その後は芸能界を事実上引退して、キャバクラでホステスとして働いたりしてたんだ。それに大人向けのビデオやヌードモデルもしてたのね。随分思い切ったわよね。そうだな。そしてホストクラブにハマって、借金をしたりしてたらしいぜ。ええ、それで恐喝未遂で捕まったっていうのは本当なの？本当だぜ。派手な生活から一転、大変なことになっちゃったんだ。それに転換を発症して、処方薬を多量に摂取してたっていうのも心配ね。2023年5月には最低でも1ヶ月の入院が必要な状態になったんだ。早く体調が良くなるといいわよね。心から願ってるわ。次に紹介するのは中村雅也さんだぜ。1986年4月30日生まれで37歳の俳優さんだ。え、中村雅也さんってどんな人なの？元 D-BOYS のメンバーで 192cm の高身長が特徴だぜ。女性からの支持が多いんだ。 192cm ってすごいわね。日本人でそんなに背が高い人、珍しいわよね。そうなんだぜ。彼はバスケットボールが得意で、兄さんもプロバスケットボール選手なんだ。兄弟揃って運動神経がいいんだね。すごいわ。2007年にパズルでドラマデビューしたんだぜ。そして2011年に大きな発表があった。大きな発表って何なの？元モーニング娘。の矢口真里さんとの結婚を発表したんだよ。ああ、そのニュース覚えてるわ。
それで顔が見覚えあったのね。矢口真理さんの不倫事件、テレビでよく見たわね。うん、元アイドルと俳優の結婚だったから注目されたんだ。そうだわ、レギュラー番組も増えてたのにね。だけど、不倫が発覚して大変になったんだぜ。不倫相手と会う場所が自分の家だったなんて、信じられないわ。本当にありえないぜ。家って大切な場所なのにね。不倫で家を失う人もいるのよね。そうなんだぜ。不倫はリスクが高すぎるんだ。だから不倫なんてしない方がいいわよね。今回の騒動が話題になったのはね、不倫がバレた状況がユニークだったんだぜ。どういうことなの？矢口さんが男性を自宅に連れ込んでるところを中村さんが見つけちゃって、男はクローゼットに隠れたんだぜ。まるでドラマみたいね。だけどすぐバレて大騒ぎになって、2013年5月には離婚したんだ。それで矢口さんは不倫のイメージがついちゃったわね。うん、不倫を矢口ると言われるようになった。イメージが消えることはないだろうね。でも中村さんは逆にテレビ出演が増えたのよね。そうなんだぜ、中村さんは悪くないし、笑いに変えて頑張ってた。ちょっとした幸運もいいと思うわ。でも中村さんはそのチャンスを生かせず、話題が薄れてテレビ出演も減ったんだぜ。結局、元々の知名度が大事になるのね。芸能界って厳しいわ。次は怪盗愛子だ。怪盗愛子さんって、フリーアナウンサーになって、目覚ましテレビのお天気キャスターになったんだよね。そうだぜ、怪盗さんはルックスも良くて、すごく好感度が高かったんだ。好きなアナウンサーのランキングにもよく入ってたんだ。それで、ラジオで番組も持ったり、情報番組のメインキャスターにもなったんだよね。本当に忙しい生活を送っていたんだけど、笑っていいともでのちょっとした発言が問題になっちゃったんだよな。え、失言したの？どんなこと言ったの？実は怪盗さんは悪気はなかったんだけど、大人の事情で NG な発言をしてしまったんだよ。へえ、どんな発言だったのか気になるわ。もっと詳しく教えてよ。怪盗さんはこの日海外旅行の話をしてたんだが、怪盗さんがタクシーでトラブルに遭って、怒って降りたんだって。その海外ってどこの国だったのかしら？韓国だよ。でもその日、スタジオには韓国のアイドルグループがいたんだ。え、ゲストの国で嫌な話しちゃったの？大丈夫だったのかな？司会者の中井さんがうまく話を変えようとしたんだけどね。そうなの？うまくいったのかしら？でも、怪盗さんは気づかずにまた韓国って答えちゃってさ。あらやだ、それは大変だったわね。うん、その時は韓流ブームで、フジテレビは韓国推しだったからな。生放送だから編集もできないし、番組終わりに叱られたんだろうね。噂だけど、怪盗さんが裏でスタッフに手を挙げられて頬を押さえてる写真が出回った時期があったんだ。え、手を挙げられるなんて、ちょっとやりすぎじゃない？あくまで噂だから、真相はわからないんだよな。それで、怪盗さんは番組を降板させられて、仕事が減ったのね。うん、2021年には突発性難聴になって、治療に専念してたけど、今は他の局で少しずつ仕事してるぜ。フジテレビじゃない局での仕事って、なんだか闇を感じるわね。怪盗さんに悪気はなかったけど、口は災いのもとって話だよな。次に紹介するのは小林賢太郎さんだぜ。この方はどちら様なの？小林賢太郎さんは1973年生まれで元コメディアン兼パフォーマーだぜ。他に何かやってるのかしら？劇作家や演出家もやってるんだ。メインはコメディアンだったのね。そうだぜ。1996年に片桐仁さんとラーメンズを結成したんだ。ラーメンズの人だったのね。そのコントの全てを手掛けていたんだ。でも長い間見なかった気がするわ。ラーメンズの特徴は発想力だぜ。 YouTube で見ればわかるのね。地味な見た目でも言葉選びが秀逸だぜ。言葉遊びだけでコントが成立するのね。小林さんは小林賢太郎プロデュース公演もやってるんだ。パントマイムやマジックも使うのかしら？そうだぜ。テレビでは小林賢太郎テレビを年に一度やってた。 NHKBS プレミアムでの放送だったのね。小林賢太郎さんは2007年に舞台演劇情報誌のランキングで第1位を獲得してたんだぜ。え、そうなの？それって、すごい人気があったってことなんだね。そうなんだぜ。でも、今回の話はテレビじゃなくて舞台で活躍してた話だけじゃないんだ。じゃあ、どうして最近見ないのかしら？実は小林さん、2020年11月16日に芸能界から引退してるんだ。引退したのね。どうしてだろう？足を悪くしてパフォーマンスが大変になったからだぜ。でも裏方としては活動続けてるんだ。なるほどね、足を悪くしたのは残念だけど、まだ活動できているのはいいわね。そうだな。でも勘違いしてる人もいるかもしれないから、今回の話が大事なんだ。勘違いって、どういうこと？実は小林さん、脚本家として東京オリンピックの演出を手掛けるショーディレクターになったんだぜ。おお、それはすごいわね。しかしある雑誌の公式ツイッターで1998年の小林さんのコントが問題になったんだ。
コントで差別的な発言があったのね。問題視されてるわよ。そのツイートが拡散して、いろんな批判が集まったんだ。え、最終的に小林さんが解任されちゃったの？昔の発言を引きずり出して批判するのは問題あると思うぜ。芸人さんは客層によってネタも変わるのよね。それな。普段は子供向けでも、劇場では下ネタもあるんだ。昔の発言を取り上げて人の足を引っ張るのは良くないわよね。企業や組織委員会もすぐに屈するのは問題だぜ。そうね。でも小林さんには裏方として活躍してほしいわ。次に紹介するのは脇坂恵理子さんだぜ。麻酔で美人セクシー女医として知られてたんだ。美人女医ってかっこいいわね。どんな活躍してたの？バラエティ番組に出たり、美容のアドバイスもしてたんだ。でも2016年3月に逮捕されちゃったんだ。え、逮捕？何があったの？診療報酬を不正請求して、捕まったんだぜ。詐欺罪で懲役3年の判決が出た。それは大変ね。その後はどうなったの？麻酔科医師の資格を永久剥奪されたんだ。信用が大事だからね。テレビで派手なメイクしてたけど、逮捕時のすっぴん姿で世間は驚いたんだわ。化粧で顔が変わるからね。美容のスペシャリストと言われてたけど、ごまかしてたんだな。今は美容内科をやってるのね。患者さん集まるかしら？自分でツイッターで公表してるから、どうなるか見守るしかないな。次は田代正史の話だぜ。歌手やタレント、俳優として活躍してたけど、何度も逮捕されて芸能界から干されちゃったんだよな。え、何度も逮捕されたの？何をしたのかしら？そうだぜ、まず2000年には都立大学駅で女性の下着を取ろうとして書類送検されたんだ。それは大変だわ。でも復帰できたのね。ああ、志村健さんの働きかけで復帰したんだよ。でも、2001年にまた逮捕されてるんだぜ。もう一度？それに志村さんが助けてくれたのにね。その後、家から良くないものが見つかって、再逮捕されたんだ。志村さんも怒ってるぜ。そんなに問題を起こしたら、芸能界で生きづらいわよね。その通りだぜ。2002年の裁判で懲役2年執行猶予3年の判決が下されたんだからな。お次は2004年の夜、車でバタフライナイフ持ってたら、また逮捕されたんだぜ。バタフライナイフ？それって違法なのね。そうなんだぜ、8センチメートルのナイフは銃刀法違反だ。しかも車からあれが見つかったの？うん、それで2005年には懲役3年6ヶ月の判決が下ったんだ。逮捕が趣味みたいね、懲りないわ。甘いな霊夢、まだ続くぜ。2008年に出所したけど、2010年にはまた捕まった。また違法なものを？本当に懲りないわね。そうだぜ、2011年にはまた懲役3年6ヶ月だ。ギャンブル中毒のマリサよりひどいわね。おい、ギャンブルなんてしないぜ、視聴者に嘘はダメだ。とにかく実刑判決を受けた田代が2014年に仮釈放され、リハビリ施設でプログラム受けてるんだぜ。よかったわね、これでまともな生活ができるってみんな思ってたんだよね。でもな、2019年11月には3回目の逮捕があったんだ。え、なんで？リハビリしてたんじゃないの？一度手を出すと簡単にやめられないんだよな。2020年2月に裁判があって、懲役2年6ヶ月、うち6ヶ月は保護観察付き猶予2年の判決だった。田代は2022年10月27日に出所したんだわね。今度こそは懲りててほしいわ。今はリハビリ施設に通いつつ、地方でトークショーやアパレル販売してるんだ。もう逮捕されるニュースは流れないことを祈るわよね。次は熊田陽子だぜ。さっき星野秋の話で出てきたわよね、捨てましてたって。そうだけど、熊田の問題はそれだけじゃないんだ。不倫と義理の親への暴言があるんだぜ。不倫ってニュースで見たことあるわ。どういうことなの？2021年5月、夫からの暴力で110番したんだ。そして夫が逮捕されて、その後不倫が暴露されたんだ。不倫相手って誰なの？フリーアナウンサーの平井理央の夫で、テレビのプロデューサーだったんだよ。ダブル不倫だったのね。だからイメージ悪くなったのね。うん、でもそれ以前にも気になる言動があって干されたんだよ。義理の親への暴言とかが原因なのかしら？ああ、熊田ってテレビ番組で義母からお説教みたいなことされてたんだぜ。え、本当なの？うん、SNS で義家族との食事断ったら、めっちゃ怒られたって。義家族に怒られるなんて大変ね。それだけじゃないんだ。朝から実母にダメ出しされることもあったんだって。それは辛いわね。でもね、SNS にそんなプライベートなことを投稿するのはどうかなって思うんだ。確かに、そんなことを公開するのはちょっとね。視聴者からも嫌悪感を感じられてたらしいぜ。そうよね、陰口叩く人は好かれないもの。でも、霊夢みたいに愛らしい見た目だったら大丈夫かもしれないな。え、そうかしら？でも熊田さんもきっと綺麗よ。そうだね、熊田さんは見た目も魅力的だ。それで、熊田さんは今どうしてるの？
今はポールダンサーをしてるんだ。インスタグラムで練習の様子も見せてるぜ。へえ、ポールダンサーなんて意外ね。そうなんだぜ。もしかしたら将来、テレビでポールダンスを披露するかもしれないな。テレビで見られる日が来るかもしれないわね。田中萌さんの話をしようぜ。2015年にテレビ朝日に入社したんだ。それで、どうしたの？9月には朝の情報番組のサブ司会に抜擢されたんだよな。すごい速さでキャリアアップしたんだ。へえ、すごいわね。アナウンサーとして、認められてたんだわ。ああ、だけどね、彼女は。どうしたの？急にテンション下がったわよ。2016年にね、先輩アナウンサーとのスキャンダルが文春にすっぱ抜かれたんだ。文春出動か。あいつら仕事早いわよね。そうなんだぜ。でもその話はもう終わったんだから、キクリンの話はやめよう。そういえば田中さんの浮気現場、自分のマンションだったの？そうなんだぜ。しかも先輩とは同じ番組に出てたんだ。文春法の次の日、二人とも番組欠席したんだよね。うん、どの面下げて出るか悩んだろうな。早朝から昼ドラみたいな展開、視聴者もびっくりよね。本当にそうだよな。共演者たちも大迷惑だったぜ。その後田中さんと先輩、情報番組から降板したんだ。先輩アナは離婚して、しばらく関係続いたんだ。結局破局したのね。でも奥さんも傷ついたわよね。だよな。田中さん、1年後に深夜特番で復帰したぜ。でも悪いイメージは残ってるわ。テレ朝やめてないけど、地上波出演はほぼないんだ。やっぱり過去の影響だぜ。次はセリナさんだぜ。最近見ないけど、覚えてる？ああ、あの独特な声と喋り方で知られる人ね。何があったのかしら？ SDN48 ってグループで活動してたんだ。2012年に解散して、その後はテレビでよく見たけど、最近は見なくなっちゃったな。テレビで見かけなくなったわね。なんでだろう？売名行為が原因じゃないかって噂されてるんだよ。タレントや芸人から口説かれたとか、スキャンダルばかり話してたんだぜ。そういうことを自分から言うのって、あまり良くないわよね。だよな。本人の勘違いだった話も多くて、結局は痛い子って感じだったぜ。それに、小池徹平さんの自宅に行ったこともあったんでしょ？そうそう、でも実は何の関係もなくて、ただ困惑させちゃったんだよ。それで超大手事務所バーニングの怒りを買っちゃった。大手事務所を怒らせると、そりゃ消えるわよね。だよな。吉本やジャニーズのタレントにも似たような騒動を起こしてたんだ。本当にかまってちゃんだったんだわ。でも、引退はしてないのね。そうだぜ。今は舞台で活動したり、ファッションデザイナーとしても活躍してるんだ。結局は今の仕事の方が向いてたのかもな。次は前田敦子さんだぜ。AKB48 の元メンバーで、今は女優やタレントとして活動してる。AKB48 の絶対的センターだったわよね。でも、女優としては目立つ作品には出てないの？女優としては絶対的センターじゃないぜ。干されたきっかけは何かな？泥酔してる前田さんの写真が原因かしら。ファンが減ったのはそれがきっかけかもね。芸能界での態度の悪さも問題になってたんだ。周りが謝罪して回ることも多かったみたいだぜ。AKB48 のセンターとして、自分が偉いと思い込んでおかしくなっちゃったのかもね。これからは実力で頑張るしかないぜ。次に紹介するのは山本祐介だぜ。山本祐介って、イケメン俳優だったわよね。最近見ないけど、何かあったの？仮面ライダーカブトでデビューして、エバーグリーンエンタテイメントに所属してたんだが、2017年に解雇されたんだ。解雇されたって、どうして？女性スキャンダルが多かったみたいだぜ。一般人との写真流出やアイドルをお持ち帰りするなど、問題があったんだ。それは大変ね。でも、その後どうしてるの？ブログで謝罪したけど、芸能界を引退して、今は飲食店を経営しながら DJ 活動もしてるんだぜ。DJ もしてるの？へえ、でも反省が見られるかしら？2018年には芸能活動に復帰したけど、以前ほどの人気はないんだよな。YouTube チャンネルも始めたのね。でも、チャンネル登録者が少ないのは、やっぱり信用問題かしら？次に紹介するのは江戸晴美だぜ。江戸晴美って、Google の人よね。テレビで見なくなったけど、どうして？一時はバラエティ番組で活躍してたけど、マネージャーの素行の悪さが原因で干されたっぽいんだ。マネージャーの問題が影響するのね。でも、それだけ？ネタの面白さに限界があったっていう噂もあるぜ。一発ネタだったからな。それは大変ね。今はどうしてるの？現在は YouTube で活動していて、2017年にはライザップの CM にも出演してたんだよ。そうなんだ。またテレビで見たいけど、今後はどうなるのかしら？それはわからないね。でも、YouTube での活動も応援したいぜ。次は細川茂樹さんだぜ。知ってる？仮面ライダーの主役を務めた人だよ。ああ、細川さんね。
岐阜県出身で、仮面ライダーを33歳で演じたって話題になったわよね。そうだぜ。1992年にファッション誌のグランプリでデビューしたんだ。でも、2017年からはテレビ出演が減っていったな。家電を紹介していたりして活躍してたのに、どうしてテレビに出なくなったのかしら？実はね、細川さんによるパワハラが原因だったらしい。裁判沙汰にまでなっちゃってたんだ。そんなことがあったの？じゃあ、今は何をしているのかしら？今は投資家として活動しているんだ。株取引や資産運用で稼いでるらしいぜ。投資家として成功しているのね。もう俳優業はしないのかしら？パワハラの件もあるし、十分稼いでいるから、俳優に戻る必要もないのかもしれないな。次に紹介するのは萩原健一さんだぜ。萩原健一さんってどんな人なの？萩原さんは、1950年7月生まれの埼玉県出身だ。16歳の時、高校在学中にスカウトされて、ザ・テンプスターズというバンドのボーカリストとしてデビューしたんだ。若い頃から活躍していたのね。うん、デビュー後は次々にヒット曲を出して、人気を集めたぜ。証券って愛称で親しまれてたんだよな。あ、そうなの。でも後には映画監督とか俳優としても活躍してたんだよね。そうだぜ。1972年の映画約束で、当初は助監督だったけど、主演俳優が降板して代役として出演。その演技が評価されて、俳優業に転身したんだ。そして、大人気の刑事ドラマ太陽に吠えろにも出演したわよね。その通り、マカロニ役として一躍人気者になったんだ。その後も映画やドラマで活躍して、賞も獲得していたぜ。でも、確か彼は病気で亡くなったんだよね。2019年3月、68歳で亡くなった。消化管間質腫瘍という病気だったんだ。でも、テレビで見かけなくなった理由はその病気じゃなかったの？実は体調不良じゃない別の理由があるんだ。2004年の映画での問題がきっかけで、映画関係者に対して暴言や暴行をして問題になったんだ。そんなことがあったの？それはショックだわ。それで、具体的にどんなことがあったの？プロデューサーから出演料の半額返金を求められたんだ。でも、萩原さんは拒否したんだぜ。それでどうしたの？一方的に降板させられたと言って、プロデューサーへ出演料の全額を要求したんだよな。それだけならまだ理解できるけど。でもね、実際に存在する暴力団名を出して脅しの電話をかけたんだ。それって脅迫だわ。そうなんだぜ。映画制作者側から告訴され、恐喝未遂容疑で逮捕されたんだ。自業自得だわ。逮捕される直前までインタビューを受けてたんだ。テレビ中継で警察へ連行される姿が放送されたんだぜ。電話の音声が残ってたんでしょ？うん、最初は脅迫を否定していたが、音声の存在で脅迫を認め、有罪判決を受けた。そうだったのね。それでテレビから姿を消したの？そうだ。懲役1年6ヶ月、執行猶予3年を受けて活動休止になったんだぜ。でも、後で復帰したんでしょ？5年後に復帰を果たしたけど、その後はあまり出演数が増えなかったんだ。脅迫での逮捕が影響したのかしら？そうだね。でも、彼はその前にも問題を起こしていたんだ。他にもあったの？うん、飲酒運転や違法ドラッグ、週刊誌の人への暴行など、いろいろと問題があったんだ。それにしても、彼の演技は評価されてたのよね。そうだ、アドリブを使った演技は多くの俳優たちに影響を与えたと言われてるんだぜ。続いての芸能人はベッキーさんだわね。彼女、いつの間にか見なくなったよね。そうだぜ。ベッキーさんは好感度ランキングで5年連続ナンバーワンだったんだ。それなのに、なぜ消えてしまったの？それは、ゲス不倫だよな。ゲスっていうのは、ひどい不倫の仕方を指すんだ。ゲスってそういう意味だったの？不倫相手は誰なの？ゲスの極み乙女のボーカル、川谷絵音さんだったんだぜ。ゲスの名前、バンド名から来てるの？そうなんだぜ。2017年、週刊文春がベッキーと川谷さんの不倫をスクープしたんだ。あれ、紅白初出場歌手って川谷さんのことだったのね。そうだ。ベッキーは当時、多くの CM 契約を結んでいたんだよな。でも、この不倫報道で多くの仕事が打ち切りとなったんだ。でも、ベッキーさんは川谷さんが既婚者だって知らなかったんじゃないの？川谷さんが結婚したのは2015年7月のこと。相手は一般人で、彼のバンド活動をサポートしてた女性だったんだぜ。そんな早くに不倫してたの？その通り。実はベッキーさんはゲスの極み乙女の大ファンで、ライブにもよく行ってたんだ。それで川谷さんと出会ったのね。ああ。でも、川谷さんが結婚してること、ベッキーさんには初めて会った時には教えてなかったんだぜ。それって騙されちゃったってこと？その通り、ベッキーさんは彼の結婚を知らなかった。でも、後に川谷さんはベッキーさんに真実を告げたんだ。それで、二人は別れることになったのね。いや、マラクダ。
川谷さんは奥さんと別れることを決意したんだよな。それって、ベッキーさんと結婚するつもりだったの？そのようだぜ。だから、川谷さんの奥さん、本当にかわいそうだよな。ベッキーさんは芸能活動を休止したんだ。中居正広の番組で涙ながらに謝罪していたぜ。謝罪？何があったの？黒い噂がいくつかあったんだ。大物タレントやテレビ局の人には天使のように振る舞ってたけど、後輩やスタッフには高飛車な態度だったらしいぜ。そうなの？でも、ベッキーさんって負けん気が強そうだもんね。そうだね、ベッキーは共演 NG のタレントも多かったと聞くよ。特にハーフタレントとの共演は避けていたらしい。ハーフタレント？ベッキーさんもハーフなんだっけ？うん、お母さんが日本人で、お父さんがイギリス人だからな。でも、ベッキーさんって、ハーフタレントのイベントには関わってたんじゃなかった？そうだ、ローラさんやウエンツエイジさんと一緒にハーフのイベントを立ち上げたんだ。なるほど。でも、ベッキーさんとマツコデラックスさんは仲が悪かったんでしょ？そうなんだぜ。ミリオンダイスという番組でのじゃんけんでの一件がきっかけだったらしい。何があったの？二人でじゃんけんをして、ベッキーが勝ってマツコさんを叩いたら、マツコさんが怒って泣いてしまったんだ。うわぁ、放送事故みたいなことになったんだね。そうなんだ。それ以後、ベッキーはマツコさんとの共演を避けてたんだけど、2019年に再び共演したんだよ。どうして？また喧嘩になったりしなかったの？意外とそうじゃなくて、マツコさんは温かくベッキーさんを受け入れて、彼女の素顔を伝えたかったんだって。ふふ、マツコさんらしいわ。次に紹介するのは井上真央さんだぜ。天才子役として知られてるんだ。4歳で劇団に入団したんだよね。そうだ、お母さんの勧めで入団し、5歳でテレビ朝日のドラマでデビューしたぜ。キッズ号ってドラマ、大流行だったわよね。うん、井上さんが12歳の時に出てたな。彼女の役は正義感あふれるキャラクターだったぜ。そういえば、彼女が大学受験のために芸能活動を休止したって話を聞いたことがあるわ。そうなんだぜ。ダンフミさんとの共演時に言われた言葉が、大学進学の動機になったらしい。1年勉強して明治大学に入学したのね。頭いいんだわ。暗記力がすごいからな。復帰後は花より団子に出演したぜ。真央ちゃんの演技が素晴らしかったわ。出演陣も豪華だったよね。松潤や小栗旬さんも出てたな。2011年の NHK ドラマではオーディションなしで主役に選ばれたぜ。オーディションなしで抜擢されるなんて、すごいわね。そして、その年の NHK 紅白歌合戦では赤組司会を務めたぜ。真央ちゃんって頑張り屋さんのイメージだけど、裏の顔があるって本当？実はちょっぴりやんちゃすぎるという噂があるんだ。どういうことなの？口が悪く、いたずら好きで有名なんだよ。テレビ関係者によると、人の悪口をよく言ってるらしいぜ。それは驚きだわ。人の悪口は良くないよね。ある番組で、井上さんのいたずらが暴露されてたぜ。知ってるか？知らないわ。どんないたずらなの？岡田将生さんが髪触るの嫌いって知ってて、わざと髪触ったんだぜ。それ、ダメって言われるとやりたくなる気持ち、わかるわ。でも大丈夫なの？仲がいい人なら、ちょっとくらいは怒られるかもしれないけど大丈夫だろうぜ。他にもあるの？ハゲてる監督の写真撮るとか、海外のホテルでバスタブの水溢れさせたりだぜ。それは大変だったでしょ。片付けとかどうしたの？井上さんは片付け一切しなかったらしい。スタッフの荷物も水浸しにしてたのにな。それはひどいわ。他にもあるの？女性マネージャーの鼻にハッカユつけたり、スマホ奪って勝手にメールしたりもしてるぜ。マネージャーさんのスマホ奪ったの、それって許せないよね。そうだよな。あと、ぽっちゃりのマネージャーの服をあげて周囲に見せたりもしたんだ。マネージャーさん、女の人だったんじゃないの？そうみたいだぜ。そして仮眠中の共演者を叩き起こしたりもしてるぜ。これは、いたずらの度が過ぎてるわ。井上さんのイメージ、変わっちゃったわよ。次に紹介するのは、堤下敦さんだ。お笑いコンビインパルスのツッコミ役で、1977年9月生まれ、神奈川県横浜市神奈川区出身だぜ。あのインパルスの堤下さんだわ。相方の板倉さんは今でもテレビで見るけど、堤下さんは最近あまり見ないわね。そうだな。1998年に板倉さんとインパルスを結成して、後に跳ねるの扉というバラエティ番組で大注目を浴びて、一気に人気コンビになったぜ。そうなんだ。私もあの番組は好きでよく見てたわ。でも、なぜ彼はテレビから消えたの？2017年6月14日、彼は睡眠薬とアレルギー用の薬を飲んだ後、車を運転して事故を起こしてしまったんだ。現場に到着したタクシーの運転手が彼の車を見つけた時、彼は意識が朦朧としていたらしいぜ。その薬の影響で事故を起こしたの？それって危険じゃないの？
ああ、その薬は彼が持っていたジンマシンと睡眠不足のために処方されたものだ。でも、その薬を飲むと車の運転は絶対してはいけないと医者から警告されていたんだぜ。それなのに、なぜ彼は運転したのかしら？彼は薬がすぐに効果を示さないと思っていたみたいだ。でも、実際には意識が飛んでいて、途中で2キロ以上の運転の記憶がないって話していたらしいぞ。それは危なすぎるわ。彼が大事故にならなくて本当に良かったわね。本当だな。事故の数分前にも電信柱に衝突していたっていうから、本当に不幸中の幸いだったぜ。後で堤下さんは罰金30万円を支払って、事故の件は終わったんだ。2017年10月27日に、堤下さんがまた車で事故を起こしたんだ。また？今度はどうしたの？赤信号で止まってたゴミ収集車に追突したんだ。その結果、ゴミ収集車の3人のうち2人が怪我をしたぜ。もしかして、また薬の影響なの？はっきりとはわからないんだが、目撃者は堤下さんがフラフラしていたと言っているんだ。それなら薬のせいとしか思えないわよね。だけど、堤下さん本人は薬のせいじゃないって言ってて、事故の原因は薬とは断定されなかったんだ。ぼーっとしていたって、どういうこと？なんかおかしいわよ。吉本クリエイティブエージェンシーは堤下さんを謹慎処分にしたんだぜ。世間からも厳しい声が上がってたからな。2回も事故を起こしたんだもの、そりゃあ非難されるわよね。その間、堤下さんは貯金を切り崩して生活していて、外出すると批判されて家に閉じこもっていたんだ。そういう時、有名人って本当に大変そうよね。そうなんだぜ。でも2019年には YouTube チャンネルを開始して、料理の動画でかなりの人気を得ていたんだ。YouTuber としてデビューしたのね。そうだ、それと2021年には落語家としてもデビューしたんだ。ちょっとは復活したみたいだな。それならまたテレビ出演もあったの？地方番組にはちょっと出てたみたいだぜ。でも、何かまた問題があったの？2022年にまた車の事故を起こしてしまったんだ。コンビニの看板やガードレールにぶつかって、意識が朦朧としてたらしいぜ。もう、何回同じことを繰り返すのよ。それに薬を飲んで運転するのは危険だからやめるべきだよな。テレビ局も堤下さんを使うのはリスクだと思ってるみたいだ。本当にもう事故を起こさないでほしいわ。西野カナさんだぜ。お前、会いたくて会いたくてって曲知ってるだろ？平成の歌姫とも言われてるな。あれ好きよ、ストレートでわかりやすい歌詞に、可愛い声が特徴よね。そうだ、霊夢もカラオケで歌ってたよな。でも、ラブソングの女王だけど、裏の顔も持ってるんだぜ。裏の顔って、どういうことなの？わがままで、周りを困らせることがあるらしいぜ。でも、西野さんのお父さんは資産家で、お嬢様だったんだ。お嬢様なのね。わがままな部分も納得だわ。3歳からピアノを習ってたらしい。シンガーソングライターとしての基礎は、幼い頃から養われてたんだ。そうなの？それに、グアムやロサンゼルスにホームステイもしてたんだね。まさにセレブ生活だぜ。帰国後は、民謡も習ってたんだ。民謡まで歌えるなんて、すごいわ。16歳の時には、スーパーヒロインオーディションミスフェニックスに参加して、歌唱力で高評価を受けたぜ。女優のオーディションなのに、歌で注目を浴びるなんて、さすがだわ。そして、高校3年間は準備期間として津軽民謡やボイストレーニングに専念したんだ。デビュー前から、それほど真剣に取り組んでたんだね。2007年には、大学に進学して英文学を学んでたぜ。西野さんが大学に行ってたの知らなかったわ。どこの大学なの？公式には発表されてないけど、金城学院大学って言われてるぜ。英語の発音や英語力も高いから、留学経験も影響してるんだろうな。金城学院大学って、名古屋市にあるお嬢様大学なんだよね？そうだぜ、それもミッション系の。でも、ミッションが次々出されるわけじゃないぜ。え、ミッション系って何なの？明治初期に来日した宣教師たちが建てた学校だ。キリスト教を重んじる学校のことだぜ。なるほどね。それで、初めて CD を販売したのは2007年の12月なの？うん、西野さんが18歳の時だ。デビューシングルのクリスマス版をダウンロード販売したんだ。わぁ、それってセンセーショナルなデビューなのね。そうなんだぜ。しかも、その年の9月には、シンディ・ローパーさんのジャパンツアーに参加して、オープニングアクトを務めたんだ。え、それはすごいわ。12月には、三重県知事と対談もした。史上最年少で三重の国観光大使にも任命されたぜ。そんなに注目されてたのに、お父さんの力でデビューしたって噂もあるのね。業界の中にはそういう噂もあるらしいな。そして、楽屋での態度やスタッフとの関係もちょっと。お嬢様だから、当たり前のように振る舞うことが、一般人から見るとちょっと違って見えるのかもね。
でも、西野さんがお嬢様であることや、父親の話はタブーになっていたみたいだぜ。西野さんって楽屋でお父さんの顔色を伺うようなことを言われたら、怒るのかしら？そうだぜ。努力しても親の七光でしか見られないことに、誰だって頭にくるだろうな。西野さんにもそういう経験があるみたいだ。でもテレビに出ると、性格が出ちゃうって噂もあるわよね。ああ、確かに。音楽番組では自分の番以外は省エネモードになるとか、共演者との会話に興味を示さなかったり、首を回したりしてたらしいぜ。テレビに映っていないと思って、ちょっと油断してたのかしら？そうかもしれないぜ。ある番組では、ベッキーさんとは明るく会話してたのに、鳥居みゆきさんには冷たくしてたみたいだ。テレビの前で好き嫌いを出すのはダメだよね。その通りだよな。西野さん自身も、芸能界に友達がいないってテレビで話してたことがあるぜ。でも実際は、友達作りが得意なのかしら？実は、麻薬だぜ。毎日のように友達と夜遊びしてるって話もある。大学時代は周りから恐れられるほどやる気満々だったらしい。そうなの？きつい性格で、芸能人オーラも増してきたってこと？そうなんだぜ。可愛いお嬢様のイメージが崩れてくんだ。でも知ってる人に言わせると、テレビではちょっと猫をかぶってる感じがあるらしいぞ。次に紹介するのは青木隆二さんだよね。そうだ、美空ひばりさんのモノマネで知られる青木隆二さんだぜ。最近全く見かけなくなったわよね。彼の家族の背景ってどうなんだ？青木さんのお父さんは、モノマネタレントのツートン青木さんだ。でも青木さん自身は学生の頃モノマネが嫌いだったんだぜ。なんでなの？お父さんがモノマネタレントとして活躍してたのに。実は、自分の声で歌手として勝負できないからモノマネに走ったと、歌手を挫折した人がモノマネをやっていると思ってたからな。そんな考えもあるんだね。でもどうしてモノマネタレントになったの？父親のモノマネライブに感動して、独学で練習を重ねてモノマネタレントになったんだ。そういえば、彼はもともと歌手を目指してたんだよね。そうだ、16歳の時に NHK のど自慢で優秀賞を受賞して、それがきっかけで歌手を目指してたんだぜ。でも、なんで美空ひばりさんのモノマネを始めたのかしら？8歳の時、父親の会社の慰安旅行で歌って、美空ひばりさんの川の流れのようにを歌ったんだ。それがきっかけでモノマネを始めたんだぜ。8歳って、選曲が大人びてるわね。そして、彼はどうしてテレビに出るようになったの？モノマネ番組に出演して活躍するようになったんだ。でも、当時の態度が悪くて、コロッケさんに諭されたこともあるんだぜ。コロッケさんに諭されるくらいだったの？青木さん、ちょっと天狗になってたのかしら？そうみたいだぜ。でも、コロッケさんの言葉で気づいたんだろうな。その後、番組の出演は増えて、モノマネや歌で一気に有名になっていったぜ。当時の人気はすごかったよな。でも、最近彼を見かけないわね。どうしてなの？実は、人気当時に金スマに出演して、やらかしちゃったんだ。中居くんの番組だったぜ。あれは大人気番組だったわよね。彼がどうやらかしたの？青木さんは歌手としても活動してたんだが、CD が売れないのをテーマに、ケンナオコさんが彼に歌のレッスンをする密着取材だったんだぜ。それで、どうなったの？レッスン開始1時間後、青木さんがスタッフに文句を言ったんだ。言ってた内容は、どんだけ撮影したいの？とかどれくらい欲しいの？って感じだぜ。そんなことを言っちゃったの？不機嫌だったのかしら？それを別室で聞いてたケンナオコさんが感謝の気持ちがない青木さんに怒り、スタッフも彼に怒ったんだ。結果、番組の企画は打ち切りだ。そうなったら、一緒に仕事したくないわよね。それに、2015年と2016年には二股交際を週刊誌で報じられたんだぜ。最低だわ。誰と交際してたの？グラビアアイドルとキャバ嬢を同時に交際してたみたいだぜ。会見で否定したけど、もうテレビからは消えてて、話題にもならなかったな。話題にならなかったのは少しかわいそうだけど、それも自業自得よね。次に紹介するのは、誰なの？紹介するのは杉原杏里さんだぜ。1982年6月生まれで、広島県福山市出身なんだ。あの背が低くて声が高い杉原さんだよね。そうだぜ。自分の特性を生かして、グラビアアイドルを目指し、高校卒業後に上京したんだ。高校生なのに、しっかり目標を持っていたのね。その通りだ。そして2001年にタレントとしてデビューし、たくさんのバラエティ番組に出演したぜ。でも彼女はグラビアアイドルだけじゃなかったわよね。そうなんだぜ。2002年にはドラマや映画にも出演して、女優としても活躍してたんだ。さらに、彼女は自伝的小説を出版して、映画化もされたのよね。その通りだよな。2015年にアンドラブという自伝的小説を発表し、2017年には主演で映画化されたぜ。でも、杉原さんはただのタレントや女優じゃないわよね。まさに。
彼女は2015年にクラフト補正下着のブランドディジュールを立ち上げ、大手通販で大ブレイクしたんだ。ものすごい多彩な才能を持ってるわね。でも最近テレビで見ないわよね。どうして？それはね、芸能界のタブーに触れてしまったからだと言われているんだ。タブー？それって、具体的に何なの？テレビ番組で芸能界の枕営業について暴露された話を知ってるか？枕営業って、昔の都市伝説みたいなものじゃないの？そう思う人も多いだろうね。でも、杉原さんが番組で高級な夜の店で一晩200万円で働くグラビアモデルがいるって暴露したんだ。え、本当にそんな金額で働いてる人がいるの？他のグラビアアイドルもそのお店での話を知っていて、噂はかなりリアルとして広がったんだぜ。杉原さんはその後、芸能界から消えたの？それが本当だったから？真実はわからないけど、すごいタブーを触れた感じだよな。それなのに、どうして今は投資家として活躍してるの？23歳の時に少額で投資を始めて、今は億単位の資産を持ってる。2019年6月には投資に関する本も出してるぜ。それって、すごいことよね。じゃあ、芸能界から離れたって全然大丈夫なんだね。その後もグラビアに復帰して写真集を出したり、SNS での発信も続けてるんだ。さすがだわ。これからの彼女の活躍も楽しみね。次はお笑いコンビ般若のカナダサトシさんの話だぜ。かなりブレイクしてたんだよ。そうよね、テレビによく出ていたし、小中高生に人気だったわ。でも、最近はどうしてるのかしら？実は遅刻癖が問題になって、テレビから干されちゃったんだ。舞台や番組に遅刻して、信用を失ったんだよ。遅刻癖がそんなにひどかったの？それで仕事が減ってしまったのね。そうだぜ。芸能界では時間厳守が大事だからね。カナダさんにはその意識が足りなかったみたいだ。今はどうしてるのかしら？今は舞台や地方営業で活動してるんだ。でも、全盛期の貯金をギャンブルや投資で失敗して、大変なことになってるらしいぜ。それは大変ね。でも、帰国はどこでも良くないわ。頑張ってほしいわね。次は小林麻耶さんの話だぜ。大学生の頃からバラエティで活躍して、TBS に入ってからはその明るさとぶりっ子キャラで大ブレイクしたのよね。そうだな、ニュースにバラエティに、いろんな番組に出てたんだ。確か、美人でそっくりな妹さんもいたよな。うん、小林麻耶さんだわ。日テレのアナウンサーとして活躍して、市川海老蔵さんと結婚したんだよね。美男美女カップルだったわ。まあ、そうなんだぜ。真央さんは二人目の子を出産後に乳がんで闘病したんだ。そして残念ながら亡くなっちゃったんだよ。麻耶さんは真央さんをとても大切に思っていたから、すごく悲しんだんだわ。姉妹はいつも一緒だったものね。そうだよな。その後麻耶さんは交際令に帰婚をしたけど、結婚相手がスピリチュアルな整体師だったから、少し心配されてたんだ。スピリチュアルって一概にどうこう言えないけど、大丈夫かしらって心配になるわよね。でも怖いわね、麻耶さんの結婚相手がロケ地を変えろとかスタッフを遠ざけるって。そうなんだぜ、方角やオーラのせいでいろいろ口出ししてたんだ。それに対して麻耶さんはどうしてたの？従ってたんだぜ。楽屋で花に話しかけてたって噂もあるからな。それで番組から降板して SNS や YouTube で活動してたのね。だよな、テレビに出なくても好きなことできる時代だからな。でも麻耶さん、芸能人として大きな間違いを犯しちゃったんだよね。そうだぜ、神田沙也加さんの訃報について変な動画を作っちゃったんだ。え、どういうことなの？神田さんとの交流をブログで変な風に書いたんだぜ。神田沙也加ちゃんがご挨拶したいそうですといきなり言い出し、麻耶さんがお話を伝えてくれるからコンタクトを取らせてもらった。私とある店のラーメンが大好きで麻耶さんにお願いして旦那さんに5日連続で食べてもらったの。もう20杯は食べてもらってるってな。信じられないわ。それ本当に神田さんが伝えたかったこと？俺もそうは思えないぜ。ちょっとやりすぎだったかもな。そしてこのブログが大問題になったんだ。神田さんのご両親や事務所も知らなかったからな。麻耶さん、それで何も思わなかったのかしら？ブログ炎上したって聞いたわ。記事はまだ削除されてないんだ。炎上してもそのままだぜ。それって、今でも読めるの？すごく気になるわね。ああ、でもこれが原因で麻耶さんは世間から惹かれるようになったんだ。これからテレビ出演とか、難しくなるんじゃないかしら？そうだね。もう何を言い出すかわからないから、テレビでは呼ばれにくいだろうな。というわけで今回はおかしくなって干された芸能人を紹介しました。いろいろな理由があるけど、自覚の欠如が大きいのかしらね。そうだね、影響力は大きいし、言動一つで大きく変わるからな。影響力って重要よね、私たちも気をつけないと。まさにその通り、視聴者を不快にしないようにしよう。今回のお話、とても興味深かったわ。それじゃあ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録お願いします。